ファンが明かした胸のうち平野紫洋が私の人生を変えてくれた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日22日、キングプリンスの平野紫洋、岸優太、神宮寺優太がグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退所する、岸は秋退所。長瀬角と高橋海斗はグループに残り、 キンプリとして活動を続けていく。ファンは今、何を思うのか。記者が取材をしていると、とある女性から感動的な、シンデレラストーリーが明かされた。キンプリファンになったきっかけ、今回、取材に応じてくれたのは50代の女性ファン A さんだ。2018年のデビュー以来、キンプリを応援している。グループ全員が好きだが、特に、平安をしのこと。キンプリにハマったきっかけは何だったのか。 18年にバラエティ番組で平野くんを見たのが始まりでした。くしゃっと笑った時の顔はドストライクだったんです。年甲斐もなく、完全に一目惚れしてしまいました。笑い。学生の頃にマッチ、近藤雅彦が好きで、友達と盛り上がることはありましたが、ここまでジャニーズにハマったことはありませんでした。A さん。平夜にハートを打ち抜かれて以来、金プリが出る番組を見たり、 曲を聴くうちにグループ全員のことが好きになっていいという。前室の A さんは学校のクラスでかっこよくて目立つ。一群の男子グループに陰ながら憧れるような感覚でしょうか。平野くん個人も好きですが、メンバーみんなで笑っている時の空気感がすごく愛おしいんですと、顔をほころばせる。関連記事、プールにドライアイス30キロ投入。有名ロシア人女性の誕生日会で3人死亡。毎日が明るくなった。 その後、ファンクラブにも入会し、コンサートにも足を運ぶほど、のめり込んでいった。キンプリの、推し活を始めて、普段の生活にも変化が。主人は単身不妊で月に数回帰ってくるくらいで、娘も大学生になって、外で遊ぶことが増えたので、一人家で過ごすことが多かったんです。私はこれといった趣味もないので、仕事と家を往復するだけでした。でも、キンプリのファンになってから、 毎日がすごく明るくなりました。彼らの曲を聴くと、不思議と面倒な家事や仕事目ではなくなるんです。なんだかもう一度青春が来たみたいで幸せでしたね。前室 A さん。金プリの笑顔が A さんの何気ない日常にアクセントを与えたのかもしれない。家族との関係にも変化が。金プリとの出会いは、家族との関係にもいい影響を与えてくれたようだ。前室の A さんが声を弾ませる。 娘と話す共通の話題ができました。最初は恥ずかしい気持ちもあって、スマホでこそこそ金プリの動画を見ていたのですが、ある時娘にバレてしまったんです。でも、娘からは、お母さん、金プリ知ってるの私も好きなんだと言われました。それ以来、一緒に曲を聴いたり、コンサートに行くこともありましたね。全室 A さん。A さんと娘さんは、一時期、距離ができた時期もあったという。 娘が高校生になった頃から会話が減っていました。大学生になると、顔を合わせる時間も減ってしまい、家で一緒にいるのがなんとなく気まずいことも。でも、共通の話題ができてからは、二人で過ごす時間が多くなりました。全室 A さん。三人の脱退に思うこと、親子で応援していただけに、昨年11月に A やらがグループを脱退し、ジャニーズを辞めるという発表は衝撃的だったという。A さんは、 あの時は本当にショックでした。涙が止まらなくて、しばらくは大好きだったはずの5人をテレビで見るのも辛かったです。と、顔を曇らせる。だが、時間が経つにつれて考えが変わるように。一番辛いはずの5人は、発表後もバラエティや音楽番組で悲しい表情は見せず、新曲やベストアルバムも出して、最後まで私たちファンのことを大切にしてくれました。だから、 私も彼らにずっとついていこうと決めたんです。全室 A さん。最後に、今金,金プリに思うことを尋ねたところ、A さんから、5年前、テレビで平野くんを見て人生が変わったと思います。金プリのおかげで毎日がすごく幸せでした。彼らには本当に感謝しています。辛いですが、グループを離れる平野くん、岸くん、神宮寺くん、金プリを残してくれた長瀬くん。 高橋くんも、どうか身体だけは気をつけてほしいです。贅沢を言うと、一日だけでもいいので、もう一度5人で集まってくれたら嬉しいです。というコメントが寄せられたのが印象的だ。ファンとの、次に会える約束が叶う日が来ることを願いたい。羽生結るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。